皆さん、こんにちは。本日は、北陸新幹線の阿波羅温泉駅と福井駅の工事の様子を報告したいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、阿波羅温泉駅を報告したいと思います。前回の報告では、東西とも工事中のところが多かったのですが、今回は工事が終わっており、西口のにぎわい広場アフレアも開業していました。まずはその様子を見に行きましょう。アフレアの正面にいます。アフレアは地上3階建て、延べ床面積は1948平方メートルとなっています。1階のアフレア広場は福井県阿波羅市産の杉を使って木のぬくもりを感じさせる空間にしています。確かに柱から天井にかけての部分は非常に素敵です。ちなみにガラス戸を開放すればアフレアホールと一体的に利用することも可能です。アフレアホールにいます。テーブルやソファを配置し、待合スペースとして使えるばかりでなく、壁面には200インチのモニターがあり、観光や暮らしの情報を流しています。1階の奥には観光案内所があります。京福バスのお得な乗り放題乗車券などを販売しています。この扉を出ると JR への連絡通路になります。3階は東西自由通路に接続しており、まだ利用することはできませんでした。階段の上には翼竜の模型が飾られています。2階には市や観光地の紹介をする福井ミュージアムがあります。ここには温泉をイメージした円卓のスクリーンがあり、桶を使って遊ぶことができます。壁面は温泉の洗い場を模したデザインになっています。各蛇口付近には日本酒などの名産品が紹介されています。壁面上部には観光情報やゲームが映るスクリーンが設置されています。キッズスペースも設置されており、この日も大盛況でした。東尋坊の六角形の柱状節理をイメージしています。北陸新幹線の改札にはこのエスカレーターを利用します。それでは東口の様子を見に行きましょう。前回は降りていたシャッターが開いています。この先に新幹線の改札があります。在来線との乗り換えはここから現在の改札に向かう形になります。ちょっと距離がありますね。東口に来ました。東西連絡通路のこちら側も階段やエレベーターが完成していました。駅前にスペースがあるので車の駐停車スペースが整備されるのでしょう。阿波羅温泉駅は開業に向けて着々と整備が進んでいました。福井駅に来ました。福井駅も大きな変化がありましたので報告します。改札を出ていつものように北陸新幹線の駅舎に向かうのですが、光景が違っています。そうです、福井市観光交流センターの1階部分の利用が開始されていました。阿波羅温泉駅のアフレアと違い、まだ全面開業していませんでした。内装は K
県産の杉が使われており、温かみのある雰囲気になっています。10月に部分開業をするようです。恐竜関係の AR やモニュメントが多数設置されているそうなので、楽しみです。駅の外観を見に行きましょう。越前鉄道側の歩道は舗装も終わっています。階段広場が見えます。奥に恐竜の絵が描かれています。見えているのは観光案内のカウンターでしょうか。こちら側の通路も整備が完了しているようです。現在のプリズム福井は5月で閉館し、新幹線下のスペースも活用して新しい商業施設となり、2024年の春に生まれ変わる予定です。セブンイレブンはどうなるんでしょうか。ちょっと不便になりそうですね。北陸新幹線の1階部分はどうなっているのか見に行きましょう。新幹線の改札の工事が進んでいません。券売機や改札機も設置されていませんでした。最後に少し気になる場所を見に行きます。改札内の中2階部分です。このシャッターの向こうにができるんでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。あわら温泉駅も福井駅も周辺施設が完成したりして、開業が近づいているのを感じます。不定期ではありますが、報告は続けていきます。今後もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。